フングティエレスは、カナダ出身のサッカー選手。バンクーバーホワイトキャップス所属。ポジションは DF。CSD コロコロのアカデミー出身。2015年3月1日、ホームで開催されたコパチレの、デポルテス・コンセプシオン戦で、プロデビュー。2017年2月9日、ウニオン・エースパニョーラに、レンタル移籍。2017年8月3日、今度は CD。 ウアチパトにレンタル移籍。2019年3月6日にコロコロに復帰した。2020年1月16日、メジャーリーグサッカーのバンクーバーホワイトキャップスに移籍。契約は2021年までの2年間で、2022年、または2023年まで延長するオプションがついている。2017年1月、エクアドルで開催される。 南米ユース選手権でプレーするために、エクトル・ロブレス監督によって U-20 代表に招集された。同大会で代表チームの4試合すべてにフル出場したが、チームは1勝も挙げられず、再開でグループステージを敗退した。ケベックのロンゲールで生まれ、3歳の時にチリの首都サンティアゴに引っ越した。双子の兄弟のダビドもサッカー選手。ありがとうございます。